で、まずちょっと太鼓ですね。太鼓なんですけど、全部パールさんの、リファネスシリーズというものを使ってます。で、こだわった点を少しちょっと説明します。まずそのなんでリファネスシリーズ、いろいろあるんですけど、リファネスシリーズはですね、とにかく重いです。もう何してもかなり分厚いんで、木が。機材運ぶの手伝いましたけど、そバスうドですラはちょっね。と死にかけましたね。そう、かなり重量感あるんで、その分やっぱりパワーがあって、アタック感がかなり強い音が、しっかり、メタルとかに向いてるような音が出ます。で、ちょっとスネア、分かりやすいんですけど、裏がですね、すごい重いんですけど、もうすごい分厚いんで見えすますかね、ね。バームクーヘンと。バームクーヘンなんですよね、これ。で、これ木がですね、何層にもなってて、これ20層、20層とか、すごくないですか？バッチリです。バッチリです。定員になります。結構すごいですよ。20層。20っていうのはなかなか。だから20枚の木がこう、重重なっなってている。薄い木をですね、重ねてます。なんですよね。で、なんで要は重、その分重くなってパワーが出ると。まず一つ、じゃタムの、ラインを、幅決めるじゃないですか、自分で。この横にくるっと回って、そうで赤す、のラインぐるーっですね。と回るんですけど、で、タムは全部深さ一緒なんで、全然同じでいいんですけど、例えばスネアとか、このフロアタム全部深さが違うじゃないですか。同じライン幅にしちゃったら、割合変わるじゃないですか。なるほど。だから、一つを、まず、タムだったか、タムで僕決めたんですけど、一つ。で、その決めるのも、フォトショーとか嫌で、作るじゃないですか、ラインを。ラインを使う。で、プリンターで僕印刷します、それ、まず。実寸で。で、前の青いセットのですね、ちょっと巻きつけて、こう遠くからこう見て、で、じゃあこれを基準にしようっつって、そっから全部深さのその、インチごとに、何点何倍だかみたいに分けて、で、全部同じ割合でラインを書いてもらうっていうのをお願いして、そういうことをしてるんですね、これは。そうです。そんなことをした人は今までいませんと言われました。いや、だからそのぐらい結構機材好きっていうところですね。サイズがこれ左右違います。こっち上手側が16インチで、こっち側が18インチ。これは一般的なサイズ感かなと思います。で、こっちがですね、AA カスタムっていうシリーズのミディアムクラッシュで、こっちの18がですね、前までこれ同じ A カスタム使ってたんですけど、コマンドヒューマンのツアーでバリバリに言われたので、K カスタムハイブリッド、これ神保明さんがプロデュースされてる芝なんですけど、それ、ちょっと AA カスタム同じのをちょっとにしようかなと思って、でもこっち試したらですね、おすすめされて、ユージャンの方に、もう浮気しました。浮気 でも同じ銃じゃないですか。そうですね。で、こっちも割れたらちょっとこっちにしようかな。もう乗り換え、っていう感じですね。で、特に18今、K こっちにしてるんですけど、これあんまり正直、絶対そのメタルとか向きではない。全然使えるんですけど。なんですけど、かなりさっきハイハットとライドで刻むって話したんですけど、電波の曲とかは、クラッシュとかでもガンガン刻むので、そういう時に、やっぱちょっと A カスタムってかなり明るい音がするんですね。なんで、こっちの K カスタムの方が、ちょっとこう、比べると、だいぶちょっと暗い音するのが分かると思うんですけど、その明るい音よりはこっちの方がこう曲に馴染んでくれる、ライブで。っていうのもあって、これいいなっていうところだったりします。このラックっていう、ちょっとバーみたいのがあって、そこから伸ばすようなシステムをみんな使うんですけど、これ大変なんですよ、本当にセッティングが。いや、別に適当にやったら全然すぐ終わるんですけど、神経質すぎてですね、このバミリというか、その1ギメ10時間ぐらい平気でかかってて、
10時間。はい、もうメジャーを取り出してですね、あ、なるほど、はい、まずこのラックの足をこのマットに乗せるところから、はい、そのメジャーで左右均等に測ってそうです、で、あとすごいどうでもいい話、このシンバルを吊るしているホルダーがあるんですけど、はい、これまあ、いろんな角度にできるようにギア、はい、ギア式でこうカクカクって動くんですけど、はい、その角度がですね全部その90度になるように、なるほど、はい、綺麗になってますね。そうです、全部揃ってます。なるほど、どっから見ても均等に見えるように。あ、だからこれあれですよ、叩きやすさとか関係ないですよ、はい、外からのかっこよさ、いやこれがドラマーですよ。そうなんです、はい、そうなんですよね、はい、のことばっかりこだわるのがドラマーです。で、まあそんな感じですかね。叩きやすさはもちろんなんですけど、外から見てもベストな風に見える位置に全部配置してます。